はい、速活塾の久保です。ただいま深夜1時48分、何を隠そう今起きました。おはようございます。今日はですね、ハンバーガーをこの時間に作ってみようかと思っております。ネタはこちらです。スーパーでね、こんなパン見かけたことないです。マフィンっていうらしいですけどね、これがこれですね、ハンバーガーのパンです。で、キャベツの千切りを用意して、チーズなりなんなり、ベーコンね、それから生卵がございます。で、肝心要のハンバーガーを製造するフライパンがこれですね。こういう風になるわけですね。これこうですね、はい、これでやっていきます。はい、じゃあまあ作っていきますよ。まずはハンバーガーのこのパンをね、下の方に入れて、その上にこの千切りのキャベツね、刻んだキャベツですね、野菜をね、やっぱのしとかないと、ハンバーガーはこういう風な感じでまぶしていきますね。よいしょ。はい、その上なんですけども、今度はね、ベーコンですね。このベーコンをのしていくということになります。シュッと、はい、こんな感じですか。はい、で、その上にケチャップをこう垂らしてね、味付けをしていきます。はい、マヨネーズもちょっと入れていきましょうか。はい、で、この上に蓋をするような感じで、こうチーズをはこうやって垂らして、で、これを閉じる、閉じる。はい、そうするとその上にですね、卵、これ鉄板全体がね、熱いんですよ。これどこもかしこも。こうなります。はい。いかがですか？簡単でしょ？で、スイッチを入れます。まあ、3分半ぐらいですかね。今 3.5 って書いてますから、これがタイマー 3.5 になります。3.5 分ね。じゃあ、3分ちょっと待ちましょうか。じゃあ、ちなみにこのハンバーガーを作るね、機械なんですけども、このトースターなんですけども、シングルのやつとダブルのやつがあって、私の場合はダブルのパターンなんですよ。これ Amazon で売ってましたんで、これ買ってみました。はい、2分、あと2分ですね。あ、ちなみにですね、お金を稼ぐっていうのは、一つの側面としてはね、一つの側面としては、自分の持っている何らかの能力をお金に変えてる分があると思うんですよ。ね。お料理の好きな人は、そのお料理の好きな能力を、まあ、シェフとしてお金に変えてるのかもしれませんしね。体力のある方は、その体力を使って重いものを持ったりとかね。そういった、引っ越し業者さんとか、そういったので、お金に変えてるのかもしれませんしね。で、体験とか、それから知識がある方は、そういうので人にアドバイスをしたり、情報提供したりとかして、それをお金に変えてるのかもしれませんよね。うん。あと、運がいい人っていうのは、その運の良さをギャンブルとかでお金に変えてるとも言えるんじゃないかなと思います。うん。だからといってね、お金がない人が何の能力もないのかって言ったらそうじゃなくて、それはやっぱり能力をお金に変えてみようかなっていうふうに行動してない面があるのかもしれませんし、あと分かりにくい能力を持ってるのかもしれないんですよ。まあ、ですんで人からの評価を受けるっていうのはそういう意味では大事になってきます。あなたはお弁当作るのが上手だから、お弁当屋さんやってみたらどうみたいなアドバイスでね、昨年生活保護の方がお弁当作って、お、できたかな、うん、まあそれでね、売り上げを10万前後上げていったっていう例もありますんで、この動画でも紹介しましたよね。じゃあできたみたいなんで、ちょっと見ていきましょう。はい、できたようなんで、こちらの方を開けていきます。じゃん。お、これどうやって作るかっていうとね、最後に上にこれで乗っけるでしょ。で、このレバーをね、引くんですよ。ぐーっと。そうすると、焼けた卵が下に落ちて、で、こうやって挟まりますよねってことですよね。あ、でも、まだ半熟なんで、もうちょっと、かけておいた方がいいですね。こっちもだから、こうやってギュッとね、ギュッとやると、焼けた卵が下に落ちて、いい感じで挟まるということになります。で、ここでね、ハンバーガーできるでしょ、1個。よし。
で、これで完全に抜けました。はい、で、これで完全に抜けました。これ熱いですから気をつけてくださいね。で、できたんで、これオーバー、はい、こうやって取り出して、こっちもね、こうやって取り出して完成ということになります。うん、いいですね。じゃあ以上です。はい、ハンバーガーできましたね。じゃあいただきます。もうね、これ溢れた卵が美味しそうですね。うんうん、まあやってみればたわいのないもんですけど、なんか作るのが楽しいですね、これね。あの、このね、特別なね、ハンバーガーを作るフライヤーがなくても、トースターがあったら、食パンに、なんかいろいろ挟んで、食パン上からやって、で、なんかそれでね、まあオーブンでもかければ同じですから。で、オーブンやトースターがない方は、フライパンでやっても同じですからね。まあ見栄えがハンバーガーに見えるかどうかだけの世界なんで、味自体は同じです。こんな特別な丸いパンとかね、買わなくてもいいと思います。そういったら身も蓋もないでしょ。なんかちょっと雰囲気なんですよね、こういうのはね。お、ハンバーガー作ってるぞ、ハンバーガー屋さんだぞみたいな。家族で作ると楽しいと思いますよ。だから私もね、山田くんもうちょっと大きくなったら、綿菓子製造機もあるんで、家で綿菓子作ったり、こうやってハンバーガーとかね、ホットドッグ作ったりとかして、あの、食の楽しみってのを一緒にやってみたいなと思いますね。はい、ありがとうございました。